サーキットだよ。お前ら来てるか。お前つくばって言ったらな、お前ここでな、みんないろんな車がなテストして、そこでこうタイム出してな、世の中にないろいろつくばが基準になってるんだよ、世の中はな。この原点はどこか知ってるか。お前矢田部なんだよ、矢田部よ。本当に最高速お前300キロ以上出しんだよ、本当にな。現在は脈々と受け継がれるチューニングカーのテスト、その聖地は矢田部。300キロを超える恐怖と喜び、そこにはドラマと夢と絶望が詰まっていた。そしてその自ら極限に追い込み、タイムを刻む伝統は筑波サーキットへと舞台を移し、今なお熱い戦いが繰り広げられている。ヒストリー・オブ・チューニング・カー・テスト、伝統はここから始まった。茨城県つくば市日本自動車研究所高速周回路、通称矢田部。300キロマシンをテストできるコース。テストドライバーは稲田大二郎。20年間ステアリングを握り続けた。車好きの若者のために1981年、モータースポーツ誌から独立し創刊したオプション。読者の立場に立った編集方針が熱狂的に支持され、発売直後からブームが巻き起こった。中でもまだ黎明期にあったチューニングカーが実際にどれだけの力を持っているか試す矢田部企画は、読者の大きな共感を得た。そしてそこからフィードバックされた膨大なデータが、日本を世界一のチューニング大国に押し上げる原動力となったのだ。1988年、ビデオオプションが創刊されると、本では伝えきれなかった迫力の映像に矢田部企画はさらに大きな支持を受けた。300キロの世界、それは誰をも魅了する刺激的な世界だったのだ。記録がある程度達成されてくると、今度は300キロに達するまで何秒かかるかが争われた。0300テストである。RE アメミア3ローター NAFD、 20B ではなく 13B のローターを組み合わすことによって完成した意欲さ。 NA でありながら当時としては驚異的な463馬力を発生。301、302、エスプリ S14。 セッティングのために助手席に人が乗るのもよくある光景だった。SW20 など、そもそもがミッドシップで最高速向きでない車も限界に挑んだ。ゼニタに RB26 シルビア、エンジンスワップを得意としていたゼニタニが最高のパッケージングとして見せてくれた。この車、実は大阪から自走で矢田部入り、耐久性も証明済みだ。かつて体験したことのない猛烈な加速が台を襲う。35ぐらいで計測限界320キロを超えても、まだ回転は上がり続けている。名車 HKS T002。 HKS は
メーカーの意地にかけて0300のトップタイムを奪おうとしていた。それまでの記録を一気に3秒縮める金字塔を打ち立てた。しかし矢田は常に危険と隣り合わせだった。この日のドライバーはターザン山田。どうしよう、行っちゃっていい？ターザン山田の容体は？あ、見つかっちゃった。こんな状況を見つけられたらどうしよう。皆さん、ターザン山田元気です。またすぐにもう最高速ドリフト04レース何でも OK ですから、もうみんな楽しみ待っててくれよ。イエー。しぶといやつだ。っていうのはな、お前なあ、みんな持ってくる車はな、パワーしかないんだ、パワーな。車はそうじゃないんだよ、バランスが大事なんだよな。だから俺がな、その矢田部のな、バカみたいな車はな、やめてな、バランスの取れた車を熊に持ってきたんだよ。それがスーパーラップだよな。